今回は鶏肉とキュウリのピリ辛炒めの作り方を紹介します。キュウリはサラダを切り込みますが炒めても美味しいですよ。それでは作っていきましょう。キュウリは乱切りにカットしていきます。茹でたら塩を一つかみ入れ、塩もみしておきます。こうすることで余分な水分が抜けて味が染み込みやすく美味しくなります。鶏胸肉は食べやすい大きさに小切りしておきます。材料は鶏もも肉1枚、きゅうり1本、生姜小さじ1、唐辛子1本分です。鶏肉に醤油大さじ1と酒大さじ1を入れ、下味をつけます。水溶き片栗粉を大さじ3くらい入れ、肉に混ぜます。小麦粉を大さじ3くらい入れ、まぶしていきます。全体に回るようにしっかりと合わせておきます。合わせ調味料を作ります。鶏ガラスープまたは素を溶いたものを大さじ4入れます。豆板醤を小さじ2分の1入れます。砂糖を小さじ1入れます。塩と味の素を少量入れます。ごま油を小さじ1入れ、よく混ぜ合わせておきます。水溶き片栗粉も小さじ1入れておきます。きゅうりは塩を洗い流しておきます。油を170度くらいに温め、鶏肉を揚げていきます。表面が固まるまで変わらないようにしておきます。大体固まってきたら軽くお玉で動かしてほぐしていきます。ここから大体1分くらい揚げておき、火を通します。1分くらいしたら肉の揚げ色を確認します。このようにこんがりとした色に仕上がっていたら OK です。キュウリも油の中に入れ軽く火を通します。大体5秒くらいしたらすぐに仕上げます。鍋の油をしっかりと切り、生姜と唐辛子を軽く炒めます。生姜のいい香りがつきましたら、揚げた具材を鍋に戻します。合わせておいた調味料をよくかき混ぜてから、鍋の中に入れていきます。全体的に炒め合わせれば完成です。
皿に盛り付けます。これで鶏肉とキュウリのピリ辛炒めの出来上がりです。ご飯のおかずはもちろん、ビールのおつまみも最高の一品ですよ。よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。